ディックはアメリカのシティグループ傘下の消費者金融会社である CFJ 合同会社が展開している消費者金融ブランドの一つ2008年11月28日に全ての新規受付を停止した他の消費者金融と競合するように出展していた頃の店舗左端のオレンジ色の看板ディックファイナンス株式会社は1974年に 大英グループ入りした消費者金融会社で大阪市に本社を置き店舗も大阪府を中心としていた。大英の関連会社から融資を受けていたが焦げついたため会社ごと引き取られた。大英グループ再建の過程で黒字の事業ではあったがサラ金批判などが高まっていたこともあり1998年に株式がフォードモーターの金融紙会社アソシエーツファーストキャピタルへ売却され、 2000年にアフックがフォードからシティグループへ売却されてシティ参加となる。2002年に電話担保金融業者の株式会社マルフクから店舗、債券等を譲り受けする。2003年1月にシティグループの消費者、金融3社が経営統合され、存続会社をリックファイナンス株式会社として新たに CFJ 株式会社が発足し、 ディックは新会社のブランドの一つとなった。CFJ の社名はアメリカや香港など複数の国で不動産担保融資などの消費者向け金融事業を行うシティファイナンシャルの頭文字にジャパンの J を合わせたものである。幹部社員の名刺はシティファイナンシャルのロゴが配されていたが、マーケティング活動ではシティグループもしくはシティファイナンシャルのロゴや社名は明記されなかった。 サービスの充実を図るため2006年上半期からディックが大きくなって生まれ変わりますをキャッチフレーズに旧フォードモーター系のアイクをディックに統一しテレビやラジオ CM もアイクからディックへ変更した以前は関東と北海道でアイク他の地域でディックなど地域によりテレビ CM が異なる場合があったインターネットや携帯電話による サービス提供や新規顧客獲得の告知に、バイラル CM、ワクワクウォッチングや、セカンドライフなどを使った、各種広告キャンペーンを展開した。消費者金融事業の環境変化や、シティグループの経営状況の悪化を受け、最盛期は500店舗以上であった、有人店舗を2007年1月に270店舗、閉鎖し、2007年末に無人店舗も閉鎖して削減した。 2008年6月6日に報道発表の、シティの消費者金融事業における、さらなる見直しについてで、消費者金融事業を大幅に縮小して、全店舗を閉鎖し、今後も経営は継続するもののインターネットと電話で、貸し付けるとした。親会社のシティが、サブプライム関連で6兆円を超す、巨額損失を計上して経営が悪化した影響を、受け、 2008年11月28日にすべての新規受付を停止し、同日に CFJ を合同会社へ改組した。新規の有識傍者は同年9月に業務提携した山陽審判への誘導を行っている。2009年3月28日にユニマットレディスを統合してディックに一本化した。2010年10月1日に山陽審判が プロミスに吸収合併され、新規の貸付申し込みはプロミスを紹介したが、現在はアイフルを紹介している。インターネットや携帯サイトでのディック会員、専用サービスを利用した残高紹介、振込予約、利用可能額増額申し込みが可能で、インターネットによる新規申し込み者の仮審査の結果回答は60秒以内となっていた。 すでに第二本人気科学が DIC のドメイン名を取得していることにより、ウェブサイトのドメインは DICF.jp となっている。K タイプ店舗や無人契約機への来店の必要がなく、申し込みのプロセスにおいて自宅などへの郵送物の送付がなされない、携帯電話を使ったローン申し込みアプリケーションである K、K タイプサービスの提供を2007年6月に開始したが、 2008年11月にサービスの提供を中止した。無担保ローン50、スーパー300、ホームバリュー400、不動産担保ローン2400など、目的に合わせた数種類のキャッシングプランが提供されていた。などが用意されていた。2007年11月以降、提携先が急速に減っている。プロミスセブン銀行、イオン銀行の ATM での返済。 ラッピーファミポートでの返済受付のみ行っていたが、これらは全て2021年1月15日23時をもって利用できなくなった。女性専用キャッシングのユニマットレディスを展開していた。詳細は同行を参照のこと。 https://presiden.tstore.jp:/books/products/detail.php:/product.id="1538 中内伊佐のカバン持ち報道発表。シティの消費者金融事業におけるさらなる見直しについてティック。お知らせサブプライムで損失。累計6.2兆円を米金融で。 最大規模毎日 .jp2008 年7月19日ご入金窓口の閉鎖について CFJ2021 年2月28日閲覧ありがとうございます。